から行くまい。辞書から。何するてや。ほら、さっこ作ってんのに飯真っ暗ってやつあるか。あんまりそうバカにすんなでや。駅長さん、ダブはするぞ。おい、俺は誰だと思ってんの。神田の人と違うでや。ここの町の町会議員だでや。あ、来た。町会議員でもせ、休校の場泊まってくれねえもんだろうな。え、うん。この町にも休校が泊まるようにって、ずいぶん運動したでも、ダメになったんだよ。絶対全く不便だね。塩辛一枚いけるで。休校が泊まるようになると、もっと発展するけどもね。うん。229銭。毎年人口が減るばかりで、鉄道の方さも運動はできないあれ様だべや。休校の止まらない町だば、決まりっこ悪いもんだねは。おどなしてるね、子供一人。行く先へどこだでや。あの、なんせ、おしゃまん。おしゃまんべ。おしゃまんべ？北海道のだい。ああ、わかったわかった。ああ、大人一人に子供一人だめ。あれ、子供二人だよ。もちろん、子供一人だよ。あの、ちっちゃい子は行かねえのか。行くでもせ、まだトスコ行ってねえから。なんぼなの。まだ学校さ行かねえ子供で。そんなめしゃ。おい、何年生なの。3年生だよ。ほれ見ろ、子供二人分何か。横山、いつまけ。21銭。ええにいで、泡だとか麦だとかも食えねえでいるより、なんぼええかわからねえべん。とった、かぼちゃだって、へもだって、何食ってでもええから、俺は行きたくない。まあまあ、行ってみればいいさ。白いまま食べて、え、赤いペラペラした衣食を着せてもらって、それただ全くの極楽だから。とった、この人は嘘ばっかり言ってら、俺の学校の友達、手紙さえ書いてよこしたから、よく知ってる。朝早くから晩遅くまで稼がせられて、何もいいことなくて監獄にいられてるみたいだって。だが本当の嘘こぎだよ。本当だ、本当だったば。まあ、さ、ほら、切符でも買おうべ。ほら。もしもし。もしもし、どっか声が悪いですか。薬あります、薬。旦那さん、西風館でどこだんすか。え、知ってだらば、あの、教えて大へお願いだんす。旋風館、
扇風館と聞いたことがあるようだが、ちょっとお伺いするんですが、扇風館っていうのはどこでやんすか？扇風館、扇風館だべせ。扇風館だばあるにあるとも、潰れてしまって去年の暮れから空き家のまんまだで。あれ、どうしたらへんで、そばの人たちどこさえ行ったかわかんねえすか？夜逃げしてしまってわかんねえな。警察さでも行って調べてもらったらわかるかもしんねえと思う。青森遊戯。なんとかそこを助けてけねけ。まさかこの子供一人残してもいかれねえし、ご主人だからお願いするんす。ははは、呆れたもんだな。どこの世界に気持ち負けてっきりって人はあるもんだってか。ダメだとや。なんとかそこ。下山一人。下山？はい。このとこで百姓なんかしてたって、どこの土佐嫁なんかいけねえぞ。それよりも俺と一緒に行って、3年も一生懸命働いたら、タンスの2、3本に着物くぎっしり詰めて、お前の好きな土佐嫁に行けるんだ。なさささささ、行くべつ、行くべつ、待ってけねえか。おめえさん誰け？学校の先生だよ。学校の先生？うたら親孝行してとよく教えられたりて、さ親に孝行しに行くべつ、行くべつ。待ってけ。このなおの身の振り方についてや、めいめいから春吉さんと約束がある。おめえさんと春吉さんとどんな約束があるか知らねえども、俺と春吉さんの間には証文庫まで交わしてあるんだぞ。どう春吉さん、そんだべ、そんだべ。やっぱり足りねえばダメだべが。いや、まだ見えてんのか。聞くだけでいいから聞いてくれってな。いっそだ、たくさんだで。かかやすんでしまってて、病人なら病人らしく、かみかみ病気で死ぬんだらまだいいでも、半年もとこさついて、医者で悪するだべ。肌で売れ、安く売れ、しかだねえから。おっかいなのに住人とか言って稼がせてもらおうと思ってて、かわいそうだからってせ、ただで乗せたり負けたりしたら鉄道だってやっていけねえべ。うん、おめえ考えてみたら分かるべせ。けれどもし、何事って備え直した方がいいべ。え、この娘っ子を長い間60、70円の金で苦労させるのか。先生だか何だか知らねえと、もうあんまり人に気悪いこと言わねえでくれ。この娘だは代前250円も。分かってる。表面はそうだが、支度料だやれ年金上げまでの仕掛かりだ。なんだかんだと差し引かれたら手取り60、70円。なるって言った。それで承知したべて。それで承知したべ。そせ、胸くそ悪いとも承諾したせ。だまぁ何も文句言うとこ中見せ。とっつぁん、とっつぁん、シャコ出る。ダメで、ダメダメで。てめえには根気負けしたけ。負けてきるのけ。金なんかいらねえ、持ってきて。いいのけ。遠慮なんてしないだっていいから、早く持ってきて、行きて。すまねえす、本当にすまねえす。もう早く行くべ、早く行くべ。さあ、文句なかったら行くべ。待たないか。こら。
これは俺が預かった。どうして発車だ発車だ。どれ行こう。これはあの人やってくれ。お願いするんです。お願いするんです。分かった分かった。早く行け。早く。どうするで。ここで話をつけようで。本当で。なっちゃいかん。自分の一人か。まあ、いや。なかなかいいかぼちゃこだな。ちょっと電話を。あ、どうぞ。もしもし。もしもし。痛くねえで貸した金だけ揃えて返してもらえばいいでや。消せるの分かってるべて。バカな話あるけ。ではこれからすぐに。どうもたびたびご厄介な相談で。いやいや、こちらこそいろいろ心配かけてるような安倍で。どうです、先生なんかやめて身売り防止係長に頼むか。小野崎君だか。はい。熱心な男だな。はい、いや、関心なもんだ。あの子の予算はなかったかな。まあ、そこはなんとか相談しておいてくれや。はい。柳田君。ああ、白浜のここを調査部を見せてくれてや。旦那さん、リンゴを買ってけんねんすか。今リンゴの出盛りだんす。なんぼか。一斤18銭にしておくんす。ほうほう、たけやな。ボリ取り締まりに引っかかってや。ボリか氷か知らねえども、まあ、あずみでさえ、ほら、娘っ子のほっぺた子みたいに、もう高くなってるぜ。うん、落とすのできばええな。なるほど。なるほど。立派ダンスな。女房っ子のほっぺた思い出すで。なんぼ思い出しても、ありあいだね。顔でせ。お願い事はあるんす。お願い事あるんす。ん？なんだ？はい、ごじゃごじゃした話すんで、どこから喋ったらいいか、まんつむがすのことから言わねば。コツさ入っていったらやべ。はい、ありがとうんす。やってやってやって。おっか、バカだな、おめえ。天狗盗まれたものは警察音楽ながらことあるってか。さあ、こっち来い。行ったらええべ。あ、それで行くから、行ってけ。おめえじゃねえ。おめえの方から行くから、行ってけ。さてやって。かけれ。ありがとうんす。持ってねえす。遠慮せんでええから、かけてや。はい、持ってねえす。遠慮せんでいいからかけて。ありが
たんす。持ってみんす。ならまあ、好きなようにしたらええべ。なんだ娘の遠藤五郎さんが捨てもらえてやもんだと思って。家出でもしたのか。はい。どの年に連れていかれてしまったんす。何年ほど前だ。はい。何本なるんで。このまずで大きな頭数がいて人が住んだりした年だい。古いことだな。もう12、3年にもなるべ。はい。その年、祭りさかかった局馬団に娘を売ってしまって。お前が売ったのか。ええ。娘の母親で、過ぎてあくたり女が売ったんす。お前の娘でねえのか。はい。過ぎが産んだ子供を邪魔にするんで、おら、こんだねなくて、細くて細くて仕方がなかった時だす。海だでの赤ん坊をもらって、塔になるまで育てたら。お前、もらった子供の席はどうしたった？それが旦さん、おら、図が読めねえもんだから、すらねえうずに、次の席さついてダンス。ほら、そんたバカなことねえって騒いだら、今度は局馬団の親方の養女についてダンス。育てるだけ育ててな。子供に縁ねえのもおらの残存だと思って諦めてたら、この雪どけに来た富山の薬売りが、ここのまずの西風館からいうやんのやんの女中。どうした？さっきから腹がギリギリ枝んで枝んでしよねんす。少し休んでたらええべ。うん？おい。犯人はおめえの娘だじゃん。そけ、この子が。どうもおかす、おかすと思ってな。この恥ずかしめなもんだ。こら、行け、行け。おめえは盗まれた人に何本やってた？10円こずして。1文も使えねえで、作れあるじゃん。そうだすか。ありがとう、ありがとうって。こら、こら、待て。親子の間で取ったの取られたのって何の話だ。本当にな。お前だろ。まったくこの恥ずかがすめな。なんてことしてんだ。おい、お前もおめえだぞ。娘の向こうを追い出すようなことは今後絶対にしないようにしたらええべ。うん。あれ、この子はそんなことまで喋ったくない。おい、なんでも、我慢。おめえは今までに一体何人の向こうを追い出したんだ。おい、何人目だ。何人目だ。5人目ダンス。何？5人目？よどもよども。娘の向こうを追い出すなんて一体どういうわけだ。再びそういうことをする気だば、おめえんとこの娘、このままキャしてやるわけにいかにゃよ。うちの中の才を取るぐらいならまずええが、なったことするかわからにゃからな。もうすぐ秀でもつけたらどうする気だ。八百室の礼をすらんか。二度と向こうを追い出さねえか。龍一城へ連れてってくれ。おっか、わかったわかった。だまだまだ、もう二度と死ぬつもりだ。うん、よし。おめえはどうしても今度追い出された婿と一緒になりたいのか。一緒になりたいのか。
元通りにしてやるか。分かった。ふざけてごまかしたってダメだ。なんぼこけだってええとつって4人も5人も娘の婿叩き出すもんどこの世界にある。若い者をやぎもず焼くのも大概にしたらええべ。旦那さんの言う通り娘の婿を呼び戻すんす。うん、そうせ、きっとだぞ。うん、そうしてもらえ。旦那さん方の命じゃ泣かねえで、ほんとに。連れて行けやれ、行けやれ。泣かねえで。ありがたいした、ありがたいした。旦那さん方、ありがたいした。ありがたいした。旦那さん方、どこ行って。ありがたいした。仲良くて行けやれよ。はい。娘、どうして政府取ったんす？浅はかな表現さ。男がうちにいないと不用心だって母親に思わせるためだ。ああ娘のすべ化けの皮剥げたとも、君の節約のおかげで婿と一緒にならないし、帰ってええべ。なんてことか知らないとも、過保もんだな。言ってやったようなもんだな。苦しかったら畳の下横になったらええべ。話す後で聞く。宿直部屋で休ませてやってくれ。あ、バッパ、行くべ。めんどくねえす。物件が卵を産んだとも、どう処分したらいいっすね。証拠物件が卵を産んだ。どれ。まだあったけえな。はい。どうしよう。ご主人にさばいてもらうさ。上田屋や来とるか。ああ、潜りの三番ですか。うん、はい、渡してあります。どう、飲んでくれ。は、矢島君。あ、虎の口の祈祷坊主はどうだね。この頃英気になって目に余るような期待な治療をやっているようだな。明日にでも引っ張るかね。ええ頃です。だいぶネタ曲がってきてますから。ここへかけれ。ここなんすか。そこへかけ。かけなさい。あの、何のご用じゃ。これまでどのくらい赤子を取り上げた。さあなあ、えずえず数えたて7年ず。おお、そんなにたくさんか。今度も何人も産んだせいでお産のことならよく知ってるもんだから、うん、
近所でおさんあれば頼まれ頼まれしてるず。興味じゃ俺でねばならねえ人ばかりでやんす。なるほどな。何書いてるのぎゃ。まあ、よしよし。俺、ここで待ってる。いや、あんたも一緒に会って、立ち会ってけ。やんだやんだ。なぜです?ここだけむすがすかねえ。五円十円の金に関わらねえ。ギリギリのところ、五十円に負けとくから。それだけは返してもらうべ。じゃあ、エース。さあ、行きましょう。お前それでどれくらい謝礼をもらっていた。なに謝礼なんかそんなものを持ってくるもなすねえず。今度上作取ったら持ってくるぞ。お礼がありに何か働かせてくれる。味噌の一つずつ米の一升も持ってくるのが上等の方だ。もらうところがさらすでも出す面でもこっちから持ってってくれてやる方がよぎゃだ。ああそうか。そりゃよく考え直してみたらええべ。先生がせっかくええとこさ世話してやるちゅうに年季奉公に売ったりして、それがええことか悪いことか、考えてみ。悪い悪いと思ったども、さっきん山のようにあるす。それさ、子供は芋のようにできて、去年の暮れ初年目が生まれで。お前年いくつだ。三十室だ。三十室？それで子供が八人までってのは本当か？本当に八人いるす。双子も入れて。うん。そこにいる娘から始めて一人残さずおらが取り上げてやったから、まずげねえす。なるほど、双子もいるな。ああ。わあ、俺は本当にその時は困ったす。旦さん、双子というものは。もうええ、余計なこと出すな。いつもお前にばかり厄介かけてねさ、俺も何もしねえで申し訳ねえな。何何よ。これこれ。こけない。それからお前、産婆ばかりでなく医者の真似もしておるそうだね。医者の真似てねえだもん。スポーツばかり。よし。じゃあ現状そのままにしといてくれ。あ、止めといてくれ。使ったものは仕方がないし、まあ警察から入理防止の補助金30円と、先生が出した20円、この50円で解決してな。娘売るような悪い条件を起こすなよ。ええか。お願いでしたら、ギリじゃねえども、何から何まで、ありがとうございます。ほら、メモで言って。よかったなあ、よかったなあ。先を置いてまするんです。いや、どうも、お手数かけて、ありがとうございました。いやあ、毎度すまねえですな。さあ、行こう。どこさ行くのよ。うちだ。まだあんたどこで待つのきゃ。畳の上にしてたんや。おめえは何の気でいるんだ。罪を犯してるんだぞ。罪？犯罪だ。人助けして罪だなんて、そんなバカなこと。そんなこと言ったってしょうがねえ。意地を言って罪だぞ。え？はい、来い。そんな悪いんじゃないか。警察で言ったこと、本当だか？なんだて、親に恥かかせて、誰あんたことする。あれ、直蔵呼んでけねえのか？
誰呼んでやるもんだってが。いつ呼び戻してくれるか。警察かさに来て好きな時に呼んでやるべし。本当だべな。本当だとも本当だで。パパ、まだいでが。まだずぐりずぐりするんす。そりゃ困ったな。白いメス食べてる人だば珍すんすべから、食べてみねえけ。泡の握りメスだんす。ああ、いいともいいとも。それよりおめえこれ食べてみねえか。彼の煮付けだ。持ってねえす、持ってねえす。パパ、さっきの話も続けしてみねえか。はい。富山の薬売りがなんす、政府官にいた女中が育ての親訪ねていたって言うんす。うんうん。話すん聞けば聞くほど娘みでやだす。親みでやなものを探しているときっと、その根性子がかわいくてかわいくてならねえってや。すぐ来たかったども、なぜ遠いところさ。その上体具合悪かったす。うん、清風館ってば財産なくしてしまったもんな。そうだんす、そうだんす。あぎやになってだんす。おめえ行ってみたのか。どうせ住み水は取ってもりゃねえけども、おら住むまでに勤めあっておきてんと思って。バッパ、どうした、まだ寝てか。トスのせいで涙もろくなってなんす。うんうん、ほらあたり探してやると、もおめの居所と娘の名前知らせりゃ。はい、ここに茶でもらってきたんす。うん、黒沢か。遠いところだな。なんで来た、馬車でか。歩いてたんす。そうか、松林県
おめえか。そんだんす。娘は何を教えてんだ。何を教えだか、職場団の40になってから、なんて名前だかわかんなくなったんす。ああ、そうかそうか。ええとも、ええとも。旦那さん、どうかすまな時に探してたんい。政府官も悪いの行方から捜索してみるべ。お願いします。どうだ、きつい宿さでも泊まって明日の朝帰ったらやべせ。やんのさなんて、そんた持ってねえことできねえす。ほんなら、ここさ泊まったらやんべ。ええす、ええす。この家やっきかけたらバズはだるんす。なんのさ、バズなんか当たらねえでや。だども、松さ来たついでに、体直すまずねえしてもらうべすと思うす。これでおいてまするんすてや。そうか。さらば、まんつう。だっぱ、気ぃつけてけや。三角うめえもんだな。あ、いつまでやるべ。はは、もんでもらうんす。じゃあ、かくらつでもんでやるべ。はさあ、買ってけ。誰？なんだ。いや、また鶏泥棒だ。またかい。うん、買ってけ。さあ、ここさ、かけれ。一人だけ引っ張ってくんの。片手をずだめせ。え？相棒がいたのか？相棒でねえだもん。俺のカバー取った男も引っ張ってきてもらいたいし。何？カバー盗まれたのか？そんだんす。あのバカけ。鶏かっぱらってるうちにカバー盗まれたのけ。違うす。そうでねえす。俺は三月ほど渦を開けてるうちに、土方の駒ずらしてる男がうちさはまり込んでしまったし。三月の間どこさ行ってた。あっちこっちブラブラして。あっちこっちじゃ分からねえ。どこだ。人の目さつかねえように山さ寝たり地蔵堂さ泊まったりして、津軽の方さ行って土方なんかやってきたし。うん、泥棒して津軽のがおっかなくてだな。あ、そうだろう。すまねえ、すまねえ。悪いと思ったらしたことを正直に白状するんだな。何でおめえ盗みなんかする気になった。かかの病気治してやるべしと思ったども、金がなかったす。よその鶏三羽取ってみたら誰も気がつかなかったす。うん、あっちのうつから2羽、こっちのうつから三羽、毎日毎日商売にしたのか。すまねえ。それでどれくらい取ったのだ。50羽か100羽か。100や200で効かねえかもしんねえす。そんなにたくさんか。あ、どうせ罪を切るんだら、かかの病気治るまでと思って。うん、
で、かがんの病気治ったか。病気も治った頃だと思って、こっそり帰ってきて、かかを連れて逃げようと思って、うちへ入って、かがんのやつ、おら、みつき黙って、よそさ行ったもんだから、病気のおなごが嫌になって、逃げていったと勘違いして。他の男と一緒になったんだな。そんです。それでそのおなごお前の戸籍に部屋ってんのか。子供が生まれてから戸籍さ入れると思ったでもまだ入れてね。うん、そうか。鍵はどこだね。机の引き出しダンス。何にしてもそのカは気が早い浮気者だぞ。ろくな女子でねえな。そんな女でねえし、おやさはすいたかかわだんす。すっかりした女子なら何年でも待ってるべ。でもその日から食いに困るし、体が悪いことだから稼ぐこともできねえし、そこさ親切なふりしてあの野郎出しゃばったんす。女に罪ねえし、あの付き添うあの土方の子がすら泥棒だし、あれも監獄さやってくれ。そうはいかねえな。どうしてたんす。戸籍になってねえからな。次でする権利ねえな。そんたばかなこと、そんたばかなこと。お子さんやれ。あれ言いちまだめ。お子さんやって気でも進めろ。この方が山で休むより楽だからな。そんたばかなこと、そんたばかなこと。やれ。そんたばかなこと、俺一人、そんたばかなことをねってもらおう。エゴ葬儀、王よりさを大豆があるか。あ、これだけに、ちょっと待ってけ。これちょっと待ってけ。待ってけ。そらけに、そらけに。いや、なんと、そらけに。よかれだな。この俺を誰だと思うんで。ただの180気じゃねえぞ。まだ、ドブログでも飲んだのか。これでも、立派な技術だな。仕方ないやつで、赤ん坊の葬式では飲んでしまったんです。こいつの赤ん坊が済んだのか。そうだ、方面院が気の毒があって、十円札を葬式でにやったんです。そしたら、こいつ何年ぶりかで一年経つ見込んで、いい気になりあって酒飲んでやん。ジェルマ、目の前だ。目の前だ。だって東京にいた時には、立派な資料があったんだ。弟子の50人が選ぶようにな。一軒も来ましたよ。おじいさん、ちょっと貸してくれ。目の前、目の前、こら大変だ。
衛生係の人が来てるべか。あ、何だんす。電線見よった、セキュリーだす。え、セキュリー、どこでたんすか。あの虎の靴の木戸坊主のところだね。え、あのインツク坊主のとこ、うん、今日は揚げに行こうと思っていたんだが。おお、とにかくでたらめな木の根っこのマストレスで呆れたもんだ。うん、だでも今朝見てきた病人だけどさすがのインツク坊主も手に負えねえす。自分のところで死なれたら大変だと思って、やばやぶでも医者の俺を呼んだんだべせ。うん、病人はどこのもんだんす。なんでも昨日警察署が来たキャリに寄ったまま倒れたって話だで。警察に来た。うん、そうそう。ああ、なんと言ったっけ。おう、黒沢村のバッポ。そうけ。かれそうにな、あのバッパ。どれでいいんで、腹がズクレズクレするって言ってたっけやさ。これ一つ、どうだんす。いや、あ、これ関の家のでねべな。いや、まさか。何しろあのクソ坊主とこさ、一日に100人もの病人が行くそうだで。100人。この横田医院なんて看護取り泣くわけだで。金が薄くて絵の図の薄くねえものばかりでな。ああ、そうでねえさ。絵の手薄くても金がなくてださ。本当だ。医者と芸者は貧乏人がかかれないからな。なんぼやぶでも芸者と一緒にされたらかなねえな。トリッコ買って大変。なんだ、食べるトリッコが。ラブトリッコか。ウグイスダンス。うん、ウグイスだ。おお、なるほど、ウグイスだ。泣くか。泣かねえウグイスなんか買ってもらわねえっすよ。うん、ほら泣け、ほら泣け。ダメだっすよ、そんなことしたら怖がって余計泣かねえっすよ。そうか、泣かずんば泣くまで待とう、うぐいすか。そんなこと言わねえで買ってたへでや。ダメだダメだで、泣かねえうぐいすなんて三文の寝うつもねえからな。なあ君。ああ、そんだと困ってなったな。長ねえかな。はい、これです。ごゆっくりだんすな。ああ、昨日県庁行って今朝戻ったもんだね。上田屋へ呼んでくれ。あ、泣いた泣いた。おお、なかなかええ声だな。ん、ムイスだな。買って大変。越前50銭で譲らねえか。かんかえ、ウグイス。たったそれだけでぎゃ。譲れて。そのウグイスいつ取った。
昨日だんす。そうか、お前がか。ええ、昨日だな。そうだんす。逃がしてやれ。ええ、そんたバカなことできねんす。これ売って米粉買ってきゃるの。子供らツバメのコックミディアにくず開けて待ってるんす。だが緊張だからな。ええ、なんだってげや。その鳥取ったら罰金だぞ。ええ、まあそんだってげ。小林、はその鳥逃がしてやれ。はい。悪いところさ来たもんだ。だって今ん時お金こもってる人このアダルでここしかねえすべっせ。規則だから話してやれ。へえ、そうげ。お、また泣いた。あ、話すまどです。うん、そんだ、仕方ね。さあ行こう。よし君、はあ、あの女の生活状態調べてくれ。はあ、あんまりひどいようだったら方面院の方にな。はあ、ちょうど探す。なんとかならねえもんだべかな。なんともならねえで。なんとしてもダメだべがな。またええ声で泣いてけじゃがるな。ドラマンズ。ドラバ。おい、これこれ、カゴ。匂がしてるなんて、なんとしても合ってへんがね。そう言ったって仕方がない。時にお前散布にいろいろの薬を煎じて飲ましているそうだな。はい、そりゃあ三千三五の薬ぐりゃ、いろいろ煎じて飲ませたんす。そんだばこれも罪を犯してるのぎゃ。どう考えてもバカなごったしてや、もう頼まれても二度とするものや。で、その謝礼はどのくらいだ。昨日も言った通りだんす。もう一遍言ってみる。謝礼どころか、こっちから持ち出すだんす。ダメだった、ダメだった、ダメだった、ダメだった。あの、アイデアになってる政府官でこの女子をうなってたんす。まだ責任でねえのか。いや、事実だ、事実だ。なんだってギャッツ、事実。いや、だから早くなとかしてくれや。やめだ、やめだ。保護してやってくれ。あ、お前さんどうぞ、こっち。お、それから横田医師を呼び戻してくれ。あ、お前さん、医者だからダメだっす。サンバ、サンバ。ん？もう、おさんたらサンバだっす。やっぱり俺が出ればダメだよ。おう、こらこら、お前はダメだぞ。ダメだぞ。なんとか早く頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ、早く。おい、あ、県指定の三番を呼べ。あ、あ、もしもし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 、早く進めばダメだぞよ。おい、出かけていいね。
津波村さん行った？そりゃ困ったな。もしもし、もしもし、なんとかならないかな。いねえものしょうがないす。うん、困ったな。ダメだそうなんですよ。ダメだ。そう、なんとかならんか。こういう時は一人しかいねえから困るでや。早く早く早く進めばダメだんす。ひでえ苦しみをさんす。困ったな。だから普段から二人には困る。もっぺん電話かけて。あ、もしもし、もしもし、もしもし。何？消えた？おらもう黙って見てられねえじゃ。おさんは女の引っかかりだ。なほら、お前ダメだ。もうお前たち木の島に隠れてけ。おい、そんならお前たち隠れてけ。おい、酔っ払いの尺八つけようべ。あ、おめえらじゃ目なんて話しちゃうんだ。早くお湯沸かして、ぐんどぐんどして出てしまげ。あ、言うだ。それから誰か、さらっと出すね。お金警察からもらって、早く頼むで。おお、もう一度言ってくれ。おりゃあ餌へ行って油紙と目薬取ってきてきれって言ってんだってば。分かったや。分かった。こういう時男は何の役にも立たないもんだもんな。何だな、登場するじゃん。おさんだし。え、おさん。ああそれはあめでたいな。よしよし、わしが名付け親になっちゃう。油紙に目薬とタラスに出す、タラスに出すね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 、タラおい、はい、こんなとこにいるじゃ。早く掴めや。はゆっこはいらな。お前だ、お前だ。市長だというじゃないか。誰の設計より自分の心の中が一番よく知ってるはずだ。酒がお前の貧乏神だぞ。よく考えて、もういっぺん人間らしい生活に戻ってみろ。ん？おい、今度のことは死んだ赤ん坊がお前に最後の酒を飲ましてくれたと思って、今日限りぷっつり酒はやめろ。うん？はい。そうすればお前に葬式代を飲まれた赤子だってきっと浮かぶことができるだろう。うん？およ、マレだ。赤ん坊っていうのは男だったか女だったか。ん？悪くない。
男か女子か、うん、は まだ報告ありません。ああ、うん、いや別に急がんことだ。あ、よろしい。は。そんなものねえで、おめえ酔っ払ってどっかまで行かんだね。よし、どうもすいません。ゆびや、大した世話かったら、おめは立派な技術家だってな。お詫びのするうちに一曲吹いてくれてや。よかったなあ、何にしてもよかった。おめえ、この松にすり合いでもねえのか。世話になって家さ来てみたら空き家になってた。どこだ。清風館。清風館、うん、名前なんていうだ。木下よすえ。よすえ、よすえ、そうか。おめえさんがいてた人は得たぞ。おりゃ見てやだもの、誰が。お前を育てたばっぱだ。え、あのお母がバカなことするなでね。静かに静かに寝てねばダメだべ。びっくりさせたらつんのぼってしまうって。そうか。ええとそして、電車場のバッパ、そんだったのかな。どこにいるんす。うん、心配すんね。非病院にいるで。非病院、
あゆねすべな。この女、おめえんところで世話してやってけねえか。いい人も。おめえ、尺八だな。聞いてる。これおめえだとの分だ。180くさいやってくれて。どうしたおいでなんですか。ちょっと失礼した。